黒い塊を抱えて巣箱に入っていくミツバチがいます。これは花粉です。ミツバチは花の蜜だけでなく花粉も集めます。花粉はビタミン、ミネラルが豊富です。人間に例えると花の蜜がご飯、花粉はおかずにあたります。ロイヤルゼリーの材料にも花粉が使われています。